今日はですね、ルヴァンカップグループステージ第2節、鹿島アントラーズ対アビスパ福岡の試合が行われまして、5対1で鹿島アントラーズが快勝しました。はい、えー、ちょっとまあ仕事の関係で先ほど、えー、見終わったんですけれどもお、非常に素晴らしい試合だったと思います。あのーまあ、アビスパーとはでででですすねね、えーまあ、リーグ戦で、えー、同じ場所でです、ね 敗戦をしていましたので、えー、今日のゲームは、まあ、しっかりと、まあ、勝たないといけないというのがありましたからまずは結果として、まあ、プラスアルファ大量得点ということで、まあ、非常にいいパフォーマンスだったと思いますはいまあザーゴ監督がね、まあ、前節終わった時に、まあ、アビスパとやった試合ですねあの、まあ、負けはちょっと予想していなかったというふうな発言をしていましたけれどもそれはねあの僕も感じていましたしあのまあアビスパあ と鹿島と見ればですね、まあ、鹿島の方がやはり力があるというところでき、えーまあ、今日のゲームはねそれが見事に、えー、試合の内容でも結果でも表れたんじゃないかなと思います。はい 何よりセットプレーですね、なかなか昨年からこうセットプレーからの得点というのがなかったんですけど、今日はセットプレーから3発,3発決めたということで、非常に良かったですね、あのセットプレーもあの準備された形のものもありましたし、非常にこう迫力があったので、得点の匂いが非常にするなというのを感じましたね。はい で結構、今日のゲームはね普段出てない選手なんかも、ね、多く起用されて、あのーまあ、その中でも、ねあのー、決してリーグ戦の出てる選手たちと遜色ないパフォーマンスを見せてくれたと思いますしあ何より今日うは全体的にこう球離れがみんな早かったんで非常にこう攻撃がスムーズに。 いい展開されたかなと思います。結構リーグ戦とか見てるとね、中盤で結構ボールを触る回数が多かったりとか、なかなかこう相手が引いてくる中で、えー、ボールをね、えー、1人の選手が何回も触るっていうシーンが多かったんですけど、非常に今日はね、もうダイレクト、ダイレクトというところで速い攻撃ができていましたので、まあ、スペースもうまく使えていたので、非常にいい攻撃もあったと思います。はい。で特に、 上田選手、エベラード選手のツートップ、まあ、ここが両方とも点を取ったプラスアルファ、それ以外のところでもいい連携を見せてましたので、ここの特調は非常に大きいですね。特にエベラード選手なんかは、だいぶボールが足元についてくるようなあ感覚にはなってきていると思うので、だいぶコンディションも上がってきていると思います。で特に 上田選手、えー、今日のあのミドルですね、あれ見る限りあんだけコンパクトに振りが早いシュートが打てるコンディションまで上がってきてるってことなので非常にあの今後の活躍、まあこのツートップは期待できるなっていうのを今日のゲームで感じましたはい、えー、ま続、あ、次ね、1週間後浦和レッツとリーグ戦がありますけれども今日のこの勢いをね、殺さないためにもしっかりと次のゲーム リーグ戦勝利を収めてほしいですしこのートップ、エベラウド選手あ上田選手この2枚がね、えー、今日見せているようなパフォーマンスを継続して出してくれると非常に期待ができるなと思っています、はいえー。ということでですね今日は非常に気分がよくこれから寝れるかなと思います。はい えまた次ね、ね1週間後リーグ戦ありますんで、えー、選手にしっかり休んでもらって、まあ、次のリーグ戦、えー、いい結果を期待したいと思います。ままた次の動画でお会いしましょう